お前とは離婚して静香と再婚するから、そのダメな子供と一緒にさっさと出ていけよ。翔太は鼻を高くして偉そうに離婚届を突きつけてきた。静香もにっこり笑いながら翔太にしがみつき、私を見下すような目でじっと見つめている。彼らは私を哀れなものとでも思っているのだろう。だが実際には自分たちの愚かさに気づかずにいるそのことの方がよっぽど哀れだ。その時私の母が夫に向かってはっきりとこう言い放った。離婚なんてできないわよ。私の名前は宮野遥、32歳の主婦だ。夫の翔太とは結婚してもうすぐ3年になる。現在私たち夫婦は義実家にて義両親と暮らしている。今は4人で暮らしているが、実はもうすぐ5人になる予定だ。私のお腹に新しい命が宿り、出産が近づいている。お腹の膨らみが目立ち始めており、近所の親しい人たちと子供の話をする機会も増え、我が子に会える日を楽しみにしている。不安や緊張も少しあるが、喜びがそれを上回る。結婚して3年目にして、ようやく授かったことが嬉しい。不妊治療を何度も経て、時には心が折れそうになったこともあったが、妊娠が確認されてからは定期検診が待ち遠しい。お腹の子の成長を見るたびに心が和む。担当医からは女の子であると告げられ、私は明るい未来を想像した。生まれてくる子がスポーツを好きになろうと、勉強や芸術などを好きになろうと、どんな子になっても楽しく過ごすつもりだ。だが夫の反応は全く異なる。え、女の子、本当に？うん、先生にそう言われたよ。マジかよ。え？女の子であることを知ると彼はものすごく嫌な顔をした。怒鳴ったりはしていないが、明らかにがっかりしている。妊娠が分かった時は喜んでいたのに、今は女なんていらないと言い出す始末だ。義両親も夫の意見に同意するようにうなずく。生まれてくる意味がないわよね。なぜ女の子なんだ。本当にありえない。自分の子供であり孫なのに、どうしてそんなひどい言い方ができるのか。私は義実家の人たちの物言いに怒りが湧く。その怒りを必死に抑え我慢していた。だがその後も私は夫たちから冷たくされるようになった。義母は以前は、はるかさんは休んでお腹の子を大事にしてと言ってくれていた。だが性格が分かってからは、さっさと家事を終わらせて、本当にのろまねと冷たく言われる。さらには私が妊婦なのを分かってて、あえて重いものを運ばせてくる。そして義父や夫は家事をせずに文句だけは言う。おい、この飯は何だ。こんなまずいものをお前は私たちに食べさせるのか。父さんの言う通りだ。お前は最近サボってるな。彼らが望んでいたのは男の子で、女の子では満足していないのだ。だからといってこんな扱いを受ける必要はない。こんな侮辱を受けて黙っていられないと思い、
私なりに何度も反論しているが、彼らは聞き入れず私を笑い者にする。生まれてくる子供が男の子でも女の子でも、私にとっては大切な子供で、そのことに変わりはない。だからバカにするのはやめてほしいと主張し続けているが、全く効果はない。跡取りが産めない無能な嫁が口を挟むな、と翔太や義両親は軽薄にそう言った。私がどんなに忙しくしながら彼らに態度を改めてほしいとお願いをしたり、せめて手伝いをしてほしいと必死に訴えても、彼らには何も響かない。私一人がただただ精神的に消耗していく。そして日に日に彼らの言動はエスカレートし、子供は面倒だし金もかかる、だから中絶してしまえとまで言い出したのだ。私は同じ母親である義母からそんなことを言われるとは夢にも思わなかった。義父はそれに賛成して大笑いし、翔太もニヤニヤしている。彼らには人の心がないのだろうか。こんなことを言う人たちと家族になってしまったことに私は後悔した。それからというもの、私は食事以外では彼らと顔を合わせないようにした。家事はもちろんやるが、それ以外は部屋にこもるかゆっくり散歩をするようにした。とにかく彼らと一緒にいたくなかった。しかし彼らは私の部屋まで来ては罵り続け、圧力をかけてくる。そのうちストレスは限界を超え、以前不妊治療をしていた時のように深夜に泣くことが増えた。こんな家にいたら正気を失いそうだ。まるで悪魔の巣窟に放り込まれたような気分だ。このような悪いストレスはお腹の子にも影響するだろう。こんな状態では安心して出産することができないと思う。だから私は予定よりも早く里帰りを決めた。すぐに私は母が一人暮らしをしている実家に電話をした。もしもしお母さん、ちょっと相談なんだけど、予定よりも早めにそっちに帰ってもいいかな。ええ、あなたのタイミングで帰ってくればいいよ。ありがとうお母さん。何かあったのね。声からわかるわ。無理をせずにすぐに来なさい。何かを察してくれた母は、温かく迎えると言ってくれた。やっぱり母はすごい。いやでも義母は正直言って常識がないから、世の中の母親全員が立派ですごいというわけではなさそうだ。私はすぐに荷物をまとめて2日後には実家に帰った。実家に帰ると一気に安心感を感じることができた。久しぶりに母の料理を食べてほっとする。翔太たちの家とはまるで空気が違う。人数は多いはずのあの家より実家の方がずっと寂しくない。自分をちゃんと理解してくれて寄り添ってくれる人がいることは本当に心が温まるものだと実感した。母は私の体調をいつも最優先に考えてくれていた。久しぶりにこのような穏やかな時間を過ごしているが、心のモヤモヤが完全に晴れたわけではない。
それどころか翔太たちへの疑念は深まる一方だ。というのも、里帰りしてから彼らは一度も私に連絡をしてこない。直接会いに来ることももちろんない。まあ義両親との連絡は面倒だったので別にいいが、これから生まれてくる子供の父親である翔太は一体何をしているのだろうか。私の体調を心配してくれている様子は全くない。多分私がどうなろうがどうでもいいのだろう。母も彼から一切連絡がないことに疑問を持っている。翔太君からは連絡ないの？ある日そうやって母に聞かれたことがある。私は悲しい気持ちになりながら首を振るだけだ。そんな状況で夫とは一切会話がない状態で、私はとうとう出産の時を迎えた。分娩室で母はずっと私の手を握っていて、呼吸法を一緒に行ってくれた。頑張って、もう少しだから。あなたは強い子よ。絶対に乗り越えられるわ。意識が朦朧とする中でも、母のおかげで息をしっかり吸うことができた。陣痛が始まってから時間がどれくらい経ったことだろうか。あるか、偉かったね。とても可愛い子が生まれたよ。母は涙を浮かべながら新生児の誕生を喜んでいた。彼女の顔からは幸せなオーラがあふれ出ていた。その表情を見ていると私も涙が止まらなくなった。嬉しさが心を満たしていたが、それでもどうして翔太がここにいないのかという暗い気持ちも多少はあった。陣痛が来た時、私は夫に連絡をした。一通だけでなく何通もメッセージを送り、何度も電話をかけた。しかし何をしても無反応で、電話も電子音だけが響き続け、一向に応答がなかった。母のスマートフォンからも試してみたが、翔太が出ることはなかった。出産後もこっちに来てくれる様子はない。それから私は約2ヶ月ほど実家に身を寄せていた。おむつ交換や授乳、夜泣きといった初めての育児で毎日が大忙しだった。母がそばにいてくれて本当に助かった。子供が夜泣きしても私が見ておくから、あなたは休みなさいと声をかけてくれた。そのおかげで何とか睡眠時間を確保できていた。母から子育てについて直接教えてもらい、一通り自分だけでもできるようになったと思う。もちろん子供が生まれてからも翔太や義両親には毎日連絡を取り続け、子供の写真や動画を送っていた。だが彼らがそれを見ているかどうか疑問だった。返事が全くないことから、見てもどうでもいいと思っているか、そもそも見ていない可能性も高い。何度電話してもつながらず、不安と疑問ばかりが積もっていった。結局この問題を放っておくことはできず、子供を連れてかつて4人で暮らしていた家に戻ることを決心した。その際に母も同行してくれることになり、
それはとても心強かった。久しぶりに家の鍵を取り出し、ドアを開けようとしたとき、私の手が震えていた。そしてドアノブをゆっくり引くと、私はとある異変に気づいた。何やら子供の甲高い声や知らない女性の笑い声が聞こえてきたのだ。一体誰だろうか。夫には姉や妹などはいない。夫のいとこだって男だし、まだ未婚だ。だから子供の声や大人の女性の声が聞こえることはおかしかった。頭が真っ白になりながらも、私はドアを開けた。すると玄関には見知らぬ小さな赤い靴と女性用のスニーカーが置かれている。どちらも見覚えはない。母もそれを見て顔を青ざめていた。私たちは家の中に入り、声がする方向へ急いで走った。私たちが居間にたどり着くと、そこには見知らぬ女性と男の子がいた。え？誰なの？私は驚きのあまり思わず声が出た。その声に気づいて、部屋の奥から翔太や義両親が顔を出す。なんだよお前、勝手に入ってくんなよ。しかもお母さんも連れてきたのか。あらあら、本当に非常識な人たちね。ま、待ってよ翔太、この人は誰？それにこの子は知り合いか何か？私が戸惑いながら尋ねると、翔太は焦る様子もなく、その女性の肩に手を置いて引き寄せた。彼らの距離感からただならぬ関係であることは明白だった。女性も遠慮なく、挑戦的な表情で私に近づく。わかるだろ、これが俺の恋人と子供だ。翔太がニヤニヤしながらそう言った。え、子供って？私は二人の前にいる男の子を見つめた。男の子は見たところ、どうやら2歳くらいだ。俺のってどういうこと？っていうか、恋人って言ってるけど、つまり愛人ってこと？つまり翔太がこの女性と関係を持っていたのは約3年ほど前からだと推測できる。仕方ないだろ、お前みたいな平凡なやつといてもつまらないんだ。浮気されるようなお前が悪いんだよ。翔太が開き直るように笑う。私の背後にいる母にも構わず、彼らはひどい言葉を吐き続けた。義両親もいつも通り、浮気をした翔太を止める様子も見せない。彼らはいつからこの事実を知っていたのだろう。なぜ罪もない私がこのような非難を受けなければならないのか、全く理解できなかった。ごめんなさいね、あなたの夫を奪っちゃって。愛人が嫌味を言いながら笑った。彼女の名前は静香で、26歳だという。夜の街でホステスをしていて、そこで翔太と出会ったらしい。翔太が残業と言ってよく帰りが遅かったのは、実際は彼女に会いに行っていたということだ。残業なんてしておらず、全くの嘘だったということだ。二人は外で会い、やがて関係を持った。その結果、静香が妊娠したそうだ。最初は隠していたが、子供が男の子だと分かり、
喜んで義両親に報告した。男の子が欲しかったから最高だなと義母は大喜び。上着よりも後継ぎがいることの方が重要だったんだ。仕方ないだろう。義父が悪びれた様子もなくそう言う。無能な嫁より男の子を産んでくれる愛人の方がいいに決まっているというおかしな発言が飛び交う中、私は彼をにらみつけた。そもそも3年前って私と結婚したばかりじゃない。その頃から不倫してたの？ああ、だってお前が男の子を産む可能性は2分の1だろ。だったらもっと可愛くて若い女と関係を持っておいたら男の子を持てる可能性は高くなるだろうが。つまり男の子を産んだ方を最終的に制裁にする予定だったということか。平然とそんなことを言う夫に私は絶句した。私が驚きすぎて黙っていると夫が話を続けた。お前とは離婚して静香と再婚するから、そのダメな子供と一緒にさっさと出ていけよ。翔太は鼻を高くして偉そうに離婚届を突きつけてきた。静香もにっこり笑いながら翔太にしがみつき、私を見下すような目でじっと見つめている。彼らは私を哀れなものとでも思っているのだろう。だが実際には自分たちの愚かさに気づかずにいるそのことの方がよっぽど哀れだ。その時私の母が夫に向かってはっきりとこう言い放った。離婚なんてできないわよ。その言葉に翔太の笑顔が消え、軽蔑するような目でこちらを見た。一体どういうことですか？だってあなたがここまで出世できたのも遥のおかげだからね。え？そう、実は翔太が勤める会社は母の兄が経営している。彼自身は特別仕事ができるわけではなく、昇進もすべて言葉を濁さなければコネによるものだった。はるかと離婚するってことはその地位を失うってことよ。え、はるかのおじさんの会社？夫は社長が私のおじだということを知らなかった。というより私が彼に教えていなかった。プライドの高い彼のことだから、私の叔父が社長だと知って、そして彼の昇進が決まったりしたら自分の手柄ではないと怒るだろう。あるいは身内が社長だからと怠けたり横暴な態度を取るだろう。いずれにしてもあまりいい影響はなさそうだったので、私はあえて彼にこの事実を言わなかったのだ。夫と義両親は驚愕の事実を知り絶句していた。まあ今まで散々バカにしていた嫁の叔父が自分が働く会社の社長だと知ったのだから驚くのも無理はない。そんな彼らの反応をよそに母は話を続けた。ああ、それ以前にあなたはもうあの会社にはいられないわね。なんでですか？だって会社のお金を使い込んでいたのがもう上にバレてるからね。そう、実は彼は横領までしていたのだ。私も里帰りをして母からそのように告げられて心底驚いた。これが公になれば警察沙汰は避けられないだろう。離婚して逃げようものならあなたのことは警察に通報するしかないわね。さあ
一体どうしましょうか。ふっと笑ってそのように言う母の言葉に翔太の顔色がどんどん悪くなっていく。彼はパニック状態で口をパクパクさせていた。離婚しないなら横領の件を許してもらえるんですか。夫は土下座の体勢になり懇願するように母に尋ねた。だが母は首を横に振った。そんなわけないでしょ。あなたがしたことは犯罪なのよ。それにあなたはその女性と子供と一緒になりたいのよね。男なら一度言ったことはちゃんとやり遂げないとダメじゃない。まあ娘と離婚するのなら養育費と不倫による慰謝料、それに使い込んだ会社のお金も全額返してもらうわ。その言葉を聞いて翔太は力なく床に崩れ落ちた。母が彼の顔を覗き込むと彼は何度も頭を下げた。ごめんなさい、許してください。そんな仕打ちをされたらもう俺は社会人としてやっていけません。そんな彼の姿を見て私の中で一気に愛情が消えた。いや、愛情はすでになくなっていた。彼の尊厳がなくなって私は彼と義両親に対しての恐怖心が消え去った。もう彼らが何を言おうと何も怖くない。私は床にへばりつくようにして鼻水と涙を流して無様な姿をさらけ出している夫を見下ろして母の言葉にこう付け加えた。あなたにはしっかりとお金を支払ってもらうんだから、私と離婚した後も贅沢な生活や無駄遣いはしないでね。翔太は無駄遣いが激しく、使ってもいない高価なネクタイや靴が家中にあふれていた。他にやりもしないのに接待で必要になるかもしれないからなどと言って高いゴルフクラブを買っていた。夫は弱々しく私の言葉にうなずいたが、静かだけは微妙な顔をしていた。不服そうに唇を尖らせている。しかし私はそれを無視して今度は義両親の方を見た。彼らにも一言言ってやりたい。そう思っていると義母が声を荒げた。何よあんた、何もできない地味な嫁のくせに生意気な。私が何か言おうとしたことを遮られてしまった。あまりの勢いに私は言葉を飲み込んだ。だが義母はこれ以上ないほどに発狂していて、その様子は哀れにさえ思った。その後翔太が何度も母に懇願し、使い込んだお金も必ず支払うと言ったので、彼は警察には通報されずに済んだ。だが会社からは横領の理由で解雇された。それから1年後、子供と私は幸せに暮らしていた。翔太や義両親からの侮辱や罵声がなくなり、私の心は大いに軽くなっていた。本当にあの家での生活は異常だったのだな。それから彼らのことは徐々にぼんやりとした記憶に変わっていった。だがそんな中ある日、突然翔太たちが私の前に現れた。まるで自分たちを忘れさせないかのようにいきなり顔を見せた。だが彼らは以前とは違って見る影もなくボロボロの姿だった。話によると義両親は金遣いが荒く、定年後に年金生活になってもお金の使い方は変わらなかったそうだ。
元夫が用意していた生活費を勝手に使ってはブランド品を買い漁っていたらしい。そのせいかどんどん借金が膨らみ、結局高いものをすべて売る羽目に。以前は派手なファッションで若々しく見えていたのだが、今は上下同じような毛玉だらけの安物スウェットやジャージに身を包んでいる。髪もボサボサで美容院にも行けない様子だった。明らかに金銭的に困っているようだった。お前のせいで俺たちはこんな貧乏暮らしを強いられてるんだ。翔太は私の顔を見るなり怒鳴ったが、それは私のせいではない。すべては自分たちの行動の結果だ。話を聞くと、翔太はアルバイトをしながら転職活動中で、元の業界にとどまろうとしているらしい。しかし、彼の評判はすでに業界内で広まっている。それも悪い意味でだ。前の会社を辞めた理由が知れ渡り、そのせいで正社員としての就職はかなり難航しているらしい。仕方なくアルバイトを始めてはいるが、日々の生計を立てるのがやっとだそうだ。彼らは借金も抱えており、毎月の返済に追われている。もちろん養育費だって支払わなければいけない。せっかく稼いだお金もほとんどが借金返済などに消えてしまう。現在は夜遅くのスーパーで値引きされた弁当を買って生活しているという。その状況を聞いても私は同情することはできなかった。私は何も言わずにただただじっと翔太や義両親の顔を見て話を聞いていた。そして義母に手を引かれている静香の子が辺りをキョロキョロと見回している様子を見て、愛人の静香がこの場にいないことに気づいた。彼女と翔太は再婚していないのだろうか。私の視線に気づいたのか、翔太はがっくりと肩を落とした。静香は金がなくなった俺を見限って出て行ったんだ。あの時、贅沢な暮らしをするなと私が元夫に釘を刺した時の彼女の微妙な表情が思い出される。あいつは俺の中身ではなく金だけを見ていたんだ。さらに衝撃的な事実が明らかになったらしい。それは静香との間の子供だと思っていたが、 DNA 鑑定の結果親子ではないということが判明したそうだ。俺はあいつに騙されたんだ。事実をもとに問い詰めると、あいつは俺たちの前から姿をくらましたんだ。元夫と義両親は同情を誘うかのようにそう言った。だがそこに一人の男性が現れた。彼の腕には小さな男の子が抱かれており、子供は私を見ると笑顔を浮かべる。そのキラキラと輝くような笑顔はとても眩しくて、そして愛おしい。え、誰？翔太の声が震えている。それは静香が家に上がり込んだ時の私と同じ反応だった。ああ、この子は私の息子よ。実は1年前に生まれた子供は女の子ではなく男の子だったの。お医者さんが間違ってたのよ。写真では下半身が隠れていて気づかなかったみたい。生まれてきた子供が男の子であることを知った瞬間、翔太は手のひらを返した。それじゃあ俺の子供は男の子ってことか。ええ、そうなるわね。はるかでかしたぞ。俺たちはこれでやり直せるな。
はい？それなら翔太、早く言ってくれればよかったのに。義両親も急に笑顔になり、そんなことを言い出した。本当にこの人たちは頭がおかしいと思う。自分たちの思うがままに世界が回っていると考えているのだろうか。残念だけど、あなたとやり直す気なんてないわ。だって私にはもう新しい夫がいるんだもの。あ、新しい夫？ええ、今息子を抱いているこの男性よ。私が元夫に新しい夫を紹介すると、翔太は目を鋭く細め、激しく私を罵倒した。ふざけんなよ。お前も浮気してたってことじゃないか。何言ってるのよ。彼と付き合い始めたのはあなたと別れてからなんだけど。私は浮気なんてしてないわ。愛人と隠し子を作ってたあなたとは違うの。一緒にしないで。私は冷たく言い放った。その言葉に怒り狂った翔太はよろよろと夫に近づき、息子を奪おうと手を伸ばした。ちょっと何してるの、と私が叫ぶ。うるせえ、俺が本当の父親だ。こんな男じゃなくて俺が父親だ。彼はそう主張するが、息子は翔太を拒絶し、泣き叫びながら夫の腕にしがみついた。それを見た翔太は落胆し、手を下ろす。私は彼を鋭く睨み、冷たく言い放った。最低ね。危害を加えようとした以上、あなたとはもう一緒にいられないわ。俺は危害を加えようだなんて。それ以前にこうやって勝手に来られることも怖いわ。危険そのものよ。これ以上つきまとうなら警察に通報するから。その言葉を聞いた翔太と義両親は慌ててつまずきながらも家を出て行った。とりあえず私はほっとした。だが私の考えは甘かったようだ。警察という言葉を出せばもう関わってこないと思っていたが、その後も彼らは何度もメッセージを送ったり電話をかけてきたりした。最終的に接近禁止命令をちらつかせ、もう容赦しない、これが最終警告だと明確に通報の意思があることを伝えると、ようやく彼らからの連絡が止まった。静香のこのことを心配していたが、翔太と義両親は育児放棄に近い行動をしていたらしく、近所から児童相談所に通報され、結局警察にも関わることになったと聞いた。子供は静香の両親に引き取られ、彼らは子供を愛情を持って育てているそうだ。その話を聞いて安堵した。一方、翔太たちは近所たちから冷たい目で見られ、またもうその地域で働くこともできないようで、遠くへ引っ越していったそうだ。これでようやく私は義家族から完全に解放されたということだ。現在私は新しい夫との間に第二の子供を授かっており、母と夫と息子で新しい家族を迎え入れる準備をしている。これからさらに賑やかになるが、より一層幸せも増えるだろう。私は今この上ないほど幸福だ。この状況に感謝しながら、これからも家族を大切にしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。